向けての活動の中で私自身も一部参加しておりまして、まあ、そこで得られた知見について知見から申しますと、おっしゃるように技術者集団が主導であるという点においては確かにそうであると思いますが、日本国内あるいは東京電力だけというものではなくて、世界からフランス、アメリカ、まあ、アメリカでは例えば国立研究所の力も得て、さまざまな英知を集めた格好で、収束に向けた活動、それから長期安定に向けた活動がなされていまして、まあ、例えばその、今回発表されているものの中には水処理についての活動がありますが、ここではフランスの技術とアメリカの技術とを合わせて、さらにはそこに日本の技術を組み合わせた形で進められておりますところ、国際的な連携についてはまあ、完全とは言えないものの相当行われているというふうに考えております。ご指摘の技術者に対して科学者がちゃんと取り組んでいるかというところにつきましては、大学それから研究機関、特にその原子力機構でございますがとも話をしておりますので、科学者と純粋に科学者とかという点においては違いがあるかもしれませんが、幅広い英知を結集して活動が行われているのは事実であるというふうに認識しております。吉野正義君。原子力委員会と原子力安全委員会、この意見交換はなされたんですか。近藤参考人。この事故が発生して以来はですね、原子力委員会と安全委員会の間には、まあ、連絡会として年に数回会合を持つようになってますが、この事故が発生して以来はそういう、いわゆるその連絡会というのは開催しておりません。ただし私ども専門家ですから、当然のことながらさまざまな意見、海外からの情報も安全委員会にお伝えするようにしてきました。そういう意味で その専門家としてのコミュニケーションはありましたが、その政策論という意味で その連絡という意味ではそういうことをいたしておりません。向こうは本部の一部でありまして、私どもはその外にいますので、そこは邪魔しないという皆さんに怒られるかもしれませんけど、基本的にはそういうスタンスで臨んでまいりました。吉野正義君。はい、安全委員会で出しているスピーディーっていう緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムという、まさにスピーディーであります。で、これ安全委員会は3月23日と4月11日2回しか公表しません。実は今日の新聞で今日から公表するという形になっているんですけど、実際には原子力安全技術センター、これ文科省の参加になるところなんですけど、3月11日事故のあった当日の17時から1時間ごとに計算してるんです、すべてを。で、このデータは、情報は全部原子力委員会の方には来てたんですか。近藤参考人。そもそも私ども、繰り返しますけども、その本部研究助言組織というシステムの中の外にいますので、オフィシャルにはそういうチャンネルはない、もちろんその近くにいますから、そういうものがあることについては、そういうものというか、そのスピーディーの結果がとは別に、一般的に原子力安全委員会がそういう情報を管理して扱っているということはもちろん承知はしていますけれども、そういうものが今、委員ご説明のような形でなされていることについては承知をしておりませんでした。吉野正義君。原子力委員会は日本国の原子力政策の最高の、まあ、機関というのを私認識してますね。そこにスピーディー1時間ごとに出している、これは実際同支援じゃないんです。実際に風向き地形等々で、だから30キロの外も計画避難区域に今度なったんですけども、その情報をいち早く出してたんです。で、これをずっと隠してたんです。こういう情報の隠蔽に対して原子力委員会として隠すんじゃないよ言ってほしかったんですけど、その委員長個人は分かってたんですか。近藤参考人。
答えします。今申しましたように、そういうことが1時間おきに公表されているということについては、公表というんですか、計算されていたということについては存じてませんでした。今の質問は助言機関として何かそのスピーディーのことについて助言しましたかという質問だったと思うんですが、近藤参考人、もう一回。スピーディーの取り扱いにつきましては、私どもが申し上げるまでもなく、新聞等でも話題になってますし、また私どもに対しては専門家の間からですね、公表すべきという専門家のご意見と、公表すべきでないという専門家のご意見を頂戴をいたしましたので、そういう考え方があることについて、安全委員会にお伝えをしたといたしました。しかし、それを公表すべきや否については、安全委員会には安全委員会の理屈があるわけで、あったと私は記憶してますが、おそらく要すれば、どれだけの放射性物質が出ているかわからないので、確か計算をしているのは単位放出源をその前提としたものが計算されていると、それをその公表することが果たしてその、混乱を招かないかということについて危惧があるということが政府の基本的な認識であって、したがって公表しないということを、政府として決めになっているというふうに、側聞をしておりますが、私はそれは一つの理屈としてあるかなと。他方、海外の皆さんがさまざまな同種のツールを使って、それぞれ その推測で数字を入れたものが確かにホームページを見ますと出てました。それが日本国民の皆さんも見ておられるわけで、そうした状況においては私としては公表できるような準備を早くすることの方が大事ではないかということを申し上げ、ソースターも結局ソースターもきちんと決めるということがとても重要なわけで、事故の進展に応じてどういうそのことになるかことを推定できるシステム、原子炉の事故の進展解析のシステムを使って、およそのところを想定して公表するということもあるんじゃないかということは申し上げてまいりましたが、そうした解析自身に大変苦労しているということで、の返答をいただいたという状況でございます。吉野正義君。実はですね、第一原発のある双葉町、12日の朝、昼間です、午前中、避難開始したんです。どこに避難したか、川俣町というところに避難しました。まさに北西方向なんです。今、川俣町の一部は計画的避難区域になってるんです。風下に逃げちゃったんです。でも、スピーディーで、こういう方向に行くよっていうことを、最初から分かってれば、もう分かってたんです。分かってたんです。11日の夕方17時から計算しててるんですから、1時間ごとに。なぜその情報を渡さないんですか？そうすれば風下に絶対逃げなかったはずなんです。本当にもう情報隠し、情けなくて仕方ないんです。こういうことを原子力委員の皆様方が、そういうスピーディーという仕組みが私わからなかったんです。でも皆様方はわかってるはずです。緊急時、迅速に予測するシステムがあるということをわかってるはずなんです。なぜ緊急時に迅速に出さなかったんだっていうふうに、なぜ原子力安全委員会に対して強い申し込み、抗議なりをしなかったのか、ちょっと鈴木代理お願いします。鈴木参考人。見解のところでも私、述べましたけれども、先ほど山崎議員のご質問にもありましたが、個人的意見としてご指摘のとおり、情報は早く出す、原則としてですね。不正確でも出すことの方が大事だと私は思っております。残念ながら今回、どうしてそういうことが起きなかったかということについては、これも私は事故究明委員会の調査のですね、重要な 対象だと思っておりますので、これらを踏まえて、どういう、基準で、どういう考え方で雇用できなかったのか、そのことについても検証すべきだと思っております。吉野正義君。申し訳ないんですけど、
なんか評論家、俺は外にいるんだで言うだけなんだっていうような感じがします。私の持ってた原子力委員会は日本国最高の原子力政策についての意思決定持ってるはずなんです。原子力委員会の意見はある意味で命令と言いますか、聞かねばならない命令、意見、そういうふうに私は思ってました。それを外部の一評論家的なふうに私今聞こえてるんですけど、そういう意味で、原子力委員会、安全委員会等々すべての原子力政策の組織論、これを十分に検証をこれからしていかねばならないと思ってますけど、そんなふうに聞こえます。秋葉委員、本当に現地を視察をしていただいてありがとうございます。私も何回も何回も言ってます。今の避難の状況、秋葉委員は仕事が大事だ、仕事の前にですね、生活環境、体育館の床に寝てるんです。ビッグパレット行ったでしょう。もう段ボールで仕切って、あそこにインフルエンザ流行ってるんです、風も流行ってるんです。まず住環境、あれを改善することが一番 最初なんじゃないのかなと思ってるんですけど、委員の方はどう感じたでしょうか。秋葉参考人。